このビデオでは、グラフィソフト、ビムクラウドへの接続方法をご紹介します。ビムクラウドをダウンロードしてインストールします。www.graphisoft.co.jp へ移動し、ダウンロードメニューからビムクラウドのダウンロードオプションを選択します。スクロールダウンして、Mac または Windows 用のビムクラウドを選択します。 ここでは Windows 用のビムクラウドをダウンロードして使用します。インストーラーをダウンロードし、インストールを開始します。コンピュータに以前インストールされたビムクラウドコンポーネントがない場合は、ビムクラウドインストーラーが次のクリーンインストールプロセスを実行します。ようこそパネルから次へをクリックします。新規のビムクラウドをインストールオプションを選択します。 ビムクラウドのインストールにはビムクラウドマネージャーとビムクラウドサーバーの2つのコンポーネントが必要です。このオプションを選択することによってこれら2つのコンポーネントが順次インストールされます。次へをクリックします。ライセンス使用許諾書に同意し次へをクリックします。ビムクラウドサーバーのインストール先を選択し次へをクリックします。概要パネルには ビムクラウドサーバーがインストールされる場所が表示されます。インストールをクリックして開始します。インストールが完了したら、設定をクリックして、ビムクラウドサーバー設定を開始します。表示されるパネルでは、自動的に検出されたポートが表示されます。また、任意でプロジェクト、ライブラリ、キャッシュなどのデータフォルダの場所を指定することもできます。 ビムクラウドサーバーデータのバックアップを作成する場合はビムクラウドサーバーバックアップを有効にするチェックボックスをオンにします。この機能はビムクラウドベーシックでは使用できないことにご注意ください。今はチェックしないでおきましょう。後で実行することも可能です。スタート、OK をクリックして設定を完了し新しくインストールしたビムクラウドサーバーを起動します。次に ビムクラウドマネージャー、インストール、ウィザードのようこそ画面が表示されます。次へをクリックします。規定の言語を選択し、次へをクリックします。使用許諾契約に同意し、次へをクリックします。ビムクラウドマネージャーのインストール先を選択し、次へをクリックします。最後に概要パネルでインストールをクリックします。インストールが完了したら、 設定をクリックして、ビムクラウドマネージャーを設定します。表示名を入力します。ここでは例として、グラフィソフトと入力しましょう。デフォルトでは、ビムクラウドはコンピュータの名前が使用されます。検出された通信ポートを受け入れ、マスターアドミンユーザーのパスワードを作成します。このマスターアドミ d は、上ホストされているすべてのデータに常にフルアクセスで、 ログインすることができます。VIM Cloud m a n a のデータ保存フォルダを指定します。VIM Cloud m a n a バックアップを有効にするをチェックすると、VIM Cloud m a n a データのバックアップが有効になります。この機能は VIM Cloud Basic では使用できないことにご注意ください。今はチェックしないでおきます。起動をクリックして設定を実行し、終了後に OK をクリックします。 引き続き、Web ブ,ブラウザでの設定です。先ほど作成したパスワードを使用して、マスターアドミンとしてログインする必要があります。続行をクリックします。次のステップで、最初のユーザーを作成します。最初のユーザーは、VimCloud の最初のサーバ管理者となります。ここでは、ブライアンのログイン情報を入力し、続行をクリックします。 使用したい VimCloud 製品プランを選択します。すべての機能を備えた VimCloud はライセンスが必要ですが、VimCloud Basic にはライセンスは必要ありません。しかし、使用可能な機能が制限されています。VimCloud Basic を選択します。この場合、単一の Archicad バージョンのみがサポートされるため、Archicad のバージョンを選択してください。続行をクリックします。 サーバーアドレスを設定します。このアドレスはサーバーを識別し、アーキカドからの接続に使用します。現在のアドレスを表示をクリックして、コンピュータ名、またはその IP アドレスを選択します。ここでは、設定サーバーのアドレスを使用して、アドレスフィールドに直接入力します。続行をクリックします。 メールサーバーのセットアップページでは、VimCloud からユーザーに電子メールで情報を送信するメールアドレスを定義できます。ここでは、この設定をスキップします。設定が完了しました。マスター管理者として作業を続けます。ここでは、ログアウトしてコンピューターを再起動し、先ほど作成したユーザーとしてログインすることをお勧めします。有効化をクリックして、 VimCloud Basic の有効化をクリックします。すると、VimCloud Basic Manager のライセンスページが表示されます。有効化をクリックします。無料のライセンスはグラフィソフト ID を使用して認証することができます。サインインして有効化をクリックします。VimCloud Basic の有効化で、VimCloud Basic の起動をクリックします。VimCloud ホーム画面が表示されます。 ユーザーを管理するためのユーザーページを開きます。ここでは先に作成したブライアンをナビゲーターで見ることができます。設定パネルの編集をクリックし、ユーザーのプロファイルとして使用する画像を検索し、カラーピッカーをクリックしてユーザーの色を割り当てます。管理の役割にはサーバ管理者が割り当てられており、サーバプロジェクト、ユーザー及び役割を フルアクセスで管理します。デフォルト役割では、ポップアップから閲覧者を選択します。ブライアンはアーキカドのプロジェクトの変更はしませんが、ログインしてそれらを見る必要があります。保存をクリックします。他のユーザー、スーザンを追加してみましょう。管理モードは設定なしを、役割は準設計担当者にします。 ブレンダには管理ボードは設定なしで役割は製図担当者を割り当てます。最後にオフィスのチーフ建築家であるゲイリーは管理モードを VimCloud でプロジェクトを管理できるプロジェクト管理者に、また役割にはアーキ a d へのフルアクセスできる設計担当者を割り当てます。プロジェクトページを選択し、 グラフィソフトパークフォルダーを作成します。アーキ h ャドに切り替えて新規プロジェクトを作成します。チームワーク、プロジェクト、共有メニューコマンドを有効にします。ゲイリーとしてビームクラウドにログインし、サーバのアドレスとログイン情報を入力してください。ビームクラウドで作成された グラフソフトパルクフォルダを選択し、プロジェクト名として、グラフィソフト BC Building と入力します。ライブラリをクリックすると、リンクされた Archicad ライブラリがサーバにアップロードされます。共有をクリックし、VimCloud プロジェクトページに戻ります。ここでは、グラフソフトパルクフォルダに共有されたプロジェクトとアップロードされた Archicad ライブラリを見ることができます。 ゲイリーのアーキキャドに戻ってチームワークパレットを開きましょう。ゲイリーはユーザーパネルが示すようにプロジェクトへ初めて参加したユーザーです。他のチームメンバーがこのプロジェクトにログインするとゲイリーのユーザーパネルにも表示されます。 ゲイリーは壁と窓を作成して作業を開始し、送信受信ボタンをクリックして変更をサーバに送信します。ブレンダが変更を受け入れるとゲイリーの壁は彼女のアーキカードにも表示されます。ブレンダはパーティション壁を追加し変更を送信します。スーザンは送信受信をクリックし、実際のプロジェクトステータスで全ての変更を受け入れます。 実際の Archicad Vim プロジェクトのチームワークフローの例を見てみましょう。スーザンはサーバー室を変更するため、影響を受ける要素を選択して確保します。サーバのドアを反転させ、ゾーンスタンプを揃えます。作業終了後、変更を送信し、確保していた要素を開放します。 ブレンダが変更を受け入れると、変更されたサーバー室が画面に表示されます。VimCloud Basic は VimCloud の無料の製品であり、すべてのユーザーにご利用いただけます。VimCloud Basic は VimCloud のインストール後、簡単に起動することができます。